桑田と、その翔さんですか。おい元気。めちゃめちゃくたまれしてる。おい元気。記者の方ですね。記者会見なんで。元気みんな。はい。あ、コメント来ますよ。はい、アリ VS アントニオ猪木の異種格闘技戦で文句言い続けてた、アリがアントニオ猪木に足を蹴られて、歩けないぐらい、腫れたぐらいだから、桑田の煽りをしてるから、桑田負けるかもな。おい、トモハルのファンってそんなにうるせえんだ。コメントがうるせえ、投げし。猫さん、桑田うるせえぞ、猫。お前は虎に食われる役だろ。うるせえ。あ、サンスケさんから桑田ボコボコにしてください、ボコボコにしてくださいって。おい、お前さっきこっちでもそれ言ってたわ。ふざけんなよ、サンスケ。ふざけんなよ、サンスケ。ってことでね、じゃあ本日あの緊急、前日記者会見ってことでね、明日じゃあ炎上万博の本番ってことで、ちょっとね桑田さんの煽りがすごかったから、急遽トモハッピンさんも参加ってことで、まあやっぱりね、トモハルがひよってるよね、どう見てもさ。俺、リアクションしかしてこないしさ。なるほど。あとレペゼンの炎上万博だっつってのにさ、もうなんか真面目に格闘技やろうとしてる空気にノリノリしちゃってんのがダセーっつーかなんつーかさ、もうお前レペゼンさんのために何かすること考えろっぽい方がっていう話やな。え、ガチでやんないの？え、ガチでやんないの？いや、ガチでもやるけど、ガチでやる前のよ。よし、バーカ、よし、バーカ。なるほどね。バーカハッピー。煽り合いがしたんだ。バーカハッピーチャンネル登録してるやつらもバーカハッピー。頭くるくるハッピー。チャンネル登録ひどいな、ね、どうしちゃったんだ。今年やばいよね。何がだよ。今年やばい。うるせえよ。年末生産しようぜ。まあ明日炎上万博はですね、大体6時会場で、だから7時から10時までやると思うんで、はい、あのその間、レペテンのチャンネル、もしくはね、まあ、もうトヨスピットのチケット買ってる方は現地で見てください。お願いします。僕とトマッピーは何試合目なんですか。確か6試合目ぐらいだったな。6試合目ぐらいにやると思うんで、ぜひ令和の虎が初めて令和の虎のリング外でリングで戦うというね、はい、戦いになってますんで、虎同士の戦いぜひご覧ください。お願いします。トマッピー応援お願いします。トマッピー、はい、明日は負けねえ、絶対負けねえ。ぶっ殺す、殺すから、マジで。